妻中神社は、長野県長野市南長野にある神社。式内社で、旧社格は、県社。善光寺三鎮守、善光寺七社の一社。鳥居義満寺の南西で、長野県庁の北側、観光庁が立ち並ぶ、県庁通りから一本入った、住宅地の一角に鎮座する。諏訪大社と同様に、八坂刀売り神を祀っており、周辺の県漁名豊富。 命彦神別神社、竹井神社、裕福神社と同じく、諏訪系の神社である。この四社も地回りで虎年、猿年にお柱祭りを行っており、境内にはお柱が立っている。なお、当社の南側は、地下工事価格が、住宅地としては12年連続で、長野県内一であり、地下関連の報道では、妻か神社南として品質する。 愛、殿神の二柱は、八坂刀売り命のお上、竹中田府、命彦神別神を日清と見た誤りという説がある。一方、彦神別名は竹中田命のおこ神の、竹中田彦神別名とする考えもある。創建は不詳。社名、妻かが示すように、当社は、水内郡一の王こそ、県漁名豊富 命彦神別神社の神神の社と伝える。両者をして、日本初期、地頭天皇5年8月23日以上に、記載のある、水内神と見る説もある。伝承では、竹見和知の神と争って敗れた竹見中田人は、出雲から海沿いに逃れて北上した。千曲川を遡って、横山にたどり着いたところで追撃する、竹見和知の神に迫られて応戦した。 この際に鴻神は、裾花川上流のこの地に戦火を逃れて隠れ潜んだことから、この名称となったという。なお、この時に、竹中田人は再び敗れて負傷し、上田の行島足島神社に逃れて、養生をしてから諏訪に至ったのだとも伝える。文献上の所見は、上岸2年に深海を賜ったとする、日本三大実録の記載であるが、 妻か知人と記されていることから、当地の地主神であったと考えられている。かつては、本殿裏に接して、御宝塚という古墳があったと伝えられ、当社はこの古墳への採取に発したとも考えられている。かは、さらしな、はにしな、ほしな、にしななどしなのによく見られる字で、妻かもまた古くからの地名であることを物語っている。なお、 妻なしと記載する文献も参見されている。南方の長野県庁周辺では古代の集落跡が発見されており、当社との関係が指摘されている。また、神社境内からは黒曜石の矢尻が見つかることがある。文献上の所見は日本三大実録上岸2年2月5日上。平安時代中期の演技式神明庁には、 信濃国水地郡妻賀神社と記載され、式内社に列している。古来より、当社は、武井神社、裕福神社とともに、善光寺三鎮守と称された。江戸時代には、松代藩から車両を落として二国が寄進された。明治六年、近代社格制度において豪社に列し、昭和六年に県社に昇格した。ありがとうございます。